皆さんこんにちは、渡辺グルージです。今回は紺碧の艦隊、これを新しくプレイしていきたいと思います。これはですね、今ご覧いただいた通り、山本五十六が戦死した、その魂が38年前に転生して太平洋戦争で敗れ去った日本軍の、同じ過ちを繰り返さないように導いていくという仮想の戦記ものになっています。単性のストラテジーゲームになっていますので、まあ、割ととっつきやすい内容になっているのかなと思っています。原作自体は恥ずかしながら僕あんまりよく知らないので、詳しい方いらっしゃればですね、ぜひコメント欄などでアドバイスとか感想とかいただければ嬉しいなと思います。では早速シナリオモードから始めていきます。最初から始めていきます。操作方法なんかを確認した程度で、しっかりまだゲームやっていませんので、ここからね、新しく始めていきたいと思っています。12月8日運命の回戦、こちらが長官ですね。高杉機動部隊は航空兵力を持ってハワイオアフ島の米軍飛行場及び防衛施設を破壊せよ、まあ、これが今回の目標ですね。ただし石油の備蓄基地と湾口はハワイ占領後に必要となるため決して攻撃してはならないという指令です。オアフ島の飛行場、これ全部で6つあるんですけども、これを航空兵力により完膚なきまでに叩いてもらいたい。湾口施設自体は占領後に拠点として使用するため攻撃目標から外すと。450万バレルの重油を保有する石油備蓄基地は決して破壊することなく確保されたいということです。史実のパールハーバー、真珠湾奇襲攻撃では石油の備蓄基地を攻撃しなかった。まあ、これによってですね、アメリカ軍の太平洋艦隊の再建が早まってしまったというのも一説としてあるんですが、今回はあえてその攻撃をしないという作戦になっています。新兵器の報告なんですが、今回は新兵器の報告ないんですけども、ステージをクリアした後に収入がありますので、その収入を使って投資を行い、新兵器を開発すると、ここで新兵器の報告があるという流れになっています。では早速、ステージの方始まりました。見ていきましょう。マップの確認からです。下にずっと降りていくとですね、ハワイが見えていきます。そうすると、ここにまず一つ目、ベローウズ飛行場。そして、カネオ飛行場。ヒッカム、フォード。そして、バーバーズと、最後に、オイラーと。以上の6つがあります。敵の戦力なんですが、輸送船団がここに2ユニット。それと、ここにですね、湾岸の警備隊に相当する、まあ、小規模な艦隊が4ユニット用意されています。味方の方を簡単にご紹介しておきましょう。まずは空母なんですが、こちらがですね、昇格と追加で、編成は同じになっています。耐久力340。艦載機が3編隊になっていますが、この編隊の内容が、零式の艦上戦闘機、9級の艦爆、9なのの艦攻、それぞれ16編成になっています。これは昇格も追加も同じです。続いて、第2戦隊、赤城と加賀です。耐久力が410なので、昇格随格よりも耐久力は高い。まあ一方で移動力が低いというのがこの赤城と加賀になっています。艦載機は同じ編成になっています。そして、第3戦隊です。こちらがですね、飛龍総龍です。耐久力240。艦載機3編隊になってますが、これ同じ編成になっています。では、部隊を移動開始していきましょう。まずは敵の飛行場、まあ、近くまでね、部隊を移動させて、密かに航空隊を発進させていきたいと思っています。で、6つの飛行場に対して6つの空母、6隻の空母に、艦攻と艦爆を2ユニットずつ積んでいますので、敵の飛行場1つに対して、1つの空母の艦空と艦爆を出していく。これを基本的なアタッカーとして設定していきたいと思います。で、当然ですね、撃ち漏らしっていうケースも出てくるので、その場合はですね、艦砲射撃や冷戦の機銃相当で、まあ、ちょっとずつ削ってなんとかね、奇襲を一撃で終わらせる。まあ、この作戦でいきたいと思っています。おさらいですが、1空母から出る艦攻艦爆、これを使って敵の1飛行場を狙うという作戦です。
では引き続き部隊をハワイへと接近させていきます。敵に気づかれるともうそこで先端が開かれてしまうので、まあそうなるとね、奇襲攻撃とはならないので、まずはしっかりですね、敵に見つからないような距離感を保ちつつ密かに近づいていきましょう。では部隊を発艦していきます。ちなみにですね、航空機同士のスタックだったり、航空機と、船のスタックもできなくなっています。観光に関しては魚雷を搭載するのか、あるいは爆弾を搭載するのか、発艦するときに選べるようになっています。で、それぞれ武装の残弾は1個しかありませんので、攻撃を1回したらもうそれで、その航空ユニットの攻撃力はなくなってしまうというふうに思っていいと思います。ただ奇襲なんかはね、残弾に多少余裕がありますので、まあ打ち漏らしに関しては奇襲で、なんとか補填していくというやり方になろうかと思います。では敵に悟られることなく、ご覧のように部隊の展開が終わりました。航空隊による攻撃から始めていきたいと思います。まずは昇格の艦上攻撃機から500キロの爆弾を落としていきたいと思います。このダメージなんですけども、ある程度の幅がある中でランダム値になるようなので、すごくダメージが通るときもあれば、思ったより通らないときもあったりする、まあある意味運任せの要素もあったりはするので、ここで運をね、ちゃんと発揮していきたいと思ってます。続いて艦爆を出します。同じ昇格の艦攻ではなくて、今度は艦爆です。で、艦爆の方はですね、250キロの爆弾、まあ、つまり艦攻の500キロ爆弾の半分の、攻撃力になりますので、少しねダメージが低い傾向にあるので、先に艦攻で攻撃を大きく取って、その後艦爆でとどめを刺す、まあ、これがね一番、効率的なのかなと思っています。では同じ要領で攻撃をしていきます。艦爆です。250キロの爆弾、これまず落としちゃいましょう。で、接近している戦艦がいるので、その戦艦の艦砲射撃もせっかくなので、まあ、織り交ぜて戦っていきたいと思います。戦艦、これピエと霧島です。36センチの連装砲、これを当てていきましょう。ちょっと残っちゃいましたね。で、こういう時には昇格の残っている冷戦の機銃相当、これで残っている少しのダメージを取っていって、艦攻艦爆の攻撃力っていうものを温存したいと思ってます。また 2,3 ミリ残っちゃいましたね。そしたらこの 2,3 ミリを削るために、今度は赤城の冷戦を使います。これで確実に2つ目の飛行場が撃破できるんじゃないかなと思います。しかもね、艦攻を温存できるっていう形になるので、まあ、すごくこの後の戦いが楽になるんじゃないかなと思います。2つ目の飛行場破壊完了です。では続いて肝になっているこのヒッカムとフォードですね。ここはですね、マス的には2部隊しか同時に攻撃が仕掛けられないので、まあ、しくってしまう可能性がちょっとあるんですよね。なので、できればここはですね、艦攻で本当に大きくダメージを取りたい、そういう局面になってます。まずは大きくダメージ取りたいな。うわ、
思ったよりダメージいかなかったな。観光でこれだけしかダメージ入らなかったか。困るともう一発観光を当てるしかないんだよな。500キロの爆弾をなんとか当てて、この3つ目の飛行場を確実に取りたいですね。はい、取れましたね。ただそうなると観光干ばくのカテゴライズでいくと観光が不足してしまうので、そしたらここにいる第5戦隊ですね、この第5戦隊を使ってまずは艦砲射撃当てましょうか。20センチの連装砲ですね。これでホイラーの飛行場に攻撃しかけます。大きく大きくダメージ取りたいところですからね。では500キロの爆弾落とします。ここもダメージ大きく取らないと本当にしんどくなるんだよな。もうちょっと欲しかったかな。もうちょっと欲しかったけど、もうこれはしょうがないですよね。干ばくで攻撃仕掛けるしかないので、干ばくで攻撃しておきましょう。250キロの爆弾です。輸送船ではなくてボードの飛行場です。撃破できましたね。これで3つ目の飛行場破壊完了ですね。4つ目の飛行場破壊完了です。では5つ目の飛行場に向かいましょう。今度は画面変わって飛竜蒼竜の航空隊の攻撃になります。では最後、6つ目ボイラーの飛行場、これも破壊できそうですね。まあ、艦砲射撃や冷戦の機銃相当なんかもうまく組み合わせて6つの飛行場を同じターンで撃破することができました。損害は警備で済んだのかなと思います。航空機16機を喪失してますが、艦艇にはダメージは出ていません。米軍の方ですが6つの飛行場、これすべて破壊してあります。収入は2億120万円の収入を得ています。どうなんでしょうね、当時の2億だとかなりの収入だと思うんですけど、これを使って新兵器の開発を行っていくという流れですね。では今回はここまでにさせていただいて、次回はですねこの新兵器の開発から始めて次のステージへと進んでいきたいと思います。